マシーネンバオ・をキールは、かつて存在した、船舶用、ディーゼルエンジン、ディーゼル機関車、トラックなどを製造していたドイツ期限の企業である。会社名を日本語に直訳すると、キール機械製作所となる。1990年代に、個々の業種ごとに分社化した。モックの起源は1918年まで遡る。ドイツ国は、第一次世界大戦に敗れ。 ベルサイユ条約において兵器の製造が制限され、キールを拠点とした産業は他の市場を求めることとなり、ドイッチェベルケが設立され、船舶の建造や消火器の製造と並んでディーゼル機関車を製造するようになった。第二次世界大戦中には機関車と同様に U ボートをドイツ国防軍向けに製造した。キールにあった製造施設の大半は、 連合軍による空襲で破壊されただけでなく、対戦後に企業としても終焉を迎えた。モックは1948年5月25日に、かつてのドイッチェベル家の施設のいくつかを引き継ぐ形で、LLC として設立された。1954年、マントの法的争いの後、会社名をマックからモックに変更した。1959年、企業に危機が訪れ、 ブレマーアトラス GMBH が買収し、企業の携帯が GMBH となった。1964年、モックはその親会社が買収されたことにより、クルップの一員となる。機関車製造部門は1992年にシーメンスに売却された。1997年、船舶用、エンジン部門はキャタピラー車に譲渡された。船舶用、 エンジン部門は1997年にキャタピラー社に譲渡され、その100%子会社であるキャタピラーモートーレン GMBH&COKG となった。クルーズ船であるアイダーディーバが QM43C 型エンジンを搭載している。1950年代から1960年代にかけてロッド式のディーゼル機関車を多数製造し、 蒸気機関車との置き換えに使用された。1965年、ドイツ連邦鉄道から発注があり、機関車製造は新たな局面に入った。すなわち、道輪間の駆動力の伝達方式が、ロッド式から、カルダンシャフト方式となったのである。製造から40年を経てもなお、西ドイツ国鉄 V90 系ディーゼル機関車など、多くの機関車が使用されている。 モックフォスロ G1206 系ディーゼル機関車1979年第3世代の機関車の製造が開始された。外装は軽量なアングル材と平面の鉄板が目立つものとなった。主たる理由は製造コストの削減であったが使用される6つのエンジンが高回転系であったためでもある。モックフォスロ G1206 系ディーゼル機関車はその例である。 多数の重要な機関車と共に開発されたモック G1201 系ディーゼル機関車は数十年にわたって製造が続けられた代表作であり、新たな入れ替え用バージョンが2007年になって発表されたほどである。また、スイスのブラウン・ボベリシーから伝送品を調達し、電気式ディーゼル機関車の製造を開始した。 60両がオランダ鉄道の6400型として製造された。1992年、クルップ参加の他の企業と合併し、会社名をクルップフェアケアステヒニク GMBH と解消した。1994年にはシーメンスに売却され、さらにシーメンスレールテクノロジーと解消された。1998年10月1日、 キールの工場と目安の支所は、フォスロに売却された。そして、新たに、フォスロレールビークルエンジニアリングと解消された。フォスロ参加となっても、製造された機関車には、モックのロゴが使用された。2004年4月23日、さらにフォスロロコモティブ GMBH と解消された。フォスロと、キャタピラー車の船舶用、エンジン部門は、今もなおドイツの都市。 キールを拠点にしており、引き続き自社の製品にモックのイニシャルを付している。両社とも、キールにおける大きな就労口となっている。建設機械製造部門は、アメリカのテレックスの子会社として、アトラステレックス GMBH となった。1983年、モックデータシステムは、クルップモックとなった。1995年からは、独立し、 モックデータシステムキール GMBH となっている。2006年、キャタピラー社のエンジン製造部門工場とかつてのモックの工場は SHW キャスティングテクノロジーズ GMBH に買収された。現在はギセライキール GMBH という名称で取引をしている。ありがとうございます。